ヒラノショの圧倒的パフォーマンスにファン熱狂。ワイヤードミュージック平野翔ショルイ・ヴィトンのジャケットで輝きを放つ。ワイヤードミュージックフェスティバル一獣院洋風24での最強ファッションを大公開。ヒラノショは、名古屋で開催されたワイヤードミュージックフェスティバル一獣院洋風24に出演し、その圧倒的なパフォーマンスと存在感で観客を魅了しました。このフェスティバルでの彼の姿は、 まさに彼の魅力を余すことなく披露する場となり、多くのファンが彼のインスタグラムに投稿されたストーリーに熱狂しています。彼が身にまとったルイス・ヴィットンの衣装は、一瞬で観客の視線を集め、その背中のシルエットさえも、反則と言わんばかりにファンの心を打ちました。平野翔がステージに立つと、その場の空気が一変します。彼の持つ独特のオーラやカリスマ性は、単なる音楽フェスティバルの枠を超え、 彼自身が一つの芸術作品であるかのような印象を与えました。特に注目されたのは、彼が披露した、ナンバーアイという楽曲。パフォーマンス中にラップパートを繰り広げる彼の姿は、これまでのイメージを覆すほどの迫力と新しい挑戦に満ちており、ファンからは驚きと称賛の声があふれました。彼のインスタグラムストーリーが投稿されるや否や、ファンはその瞬間を見逃すまいとスマホをチェックし、 次々とコメントを寄せていますかっこよすぎる背中だけで全てを語っているといった反応からも彼がどれだけ深くファンに愛されているかがうかがえます。特にステージ終了直後にストーリーを更新する彼の姿勢にはファンに対する真摯な感謝の気持ちが込められておりその優しさとプロフェッショナルな対応に感動する声が多数寄せられています。名古屋でのフェスティバルは彼にとっても特別なものであったようで。 ファンの多くが、名古屋楽しめたかなと彼の地元での時間を気にかけています。彼がこの場所で見せたパフォーマンスは、まさに、ぶちかましと表現するにふさわしいもので、ステージ上での彼のエネルギーと集中力は、観客に伝わるほどの熱気を帯びていました。この日、彼が披露した姿は、ファッションから音楽まで、すべてにおいて完璧なものであり、ファンはそのすべてを記憶に焼き付けました。 ルイス・ビットンのジャケットをまとい、堂々とステージに立つ彼の姿は、まさに、LV がよく似合うという声が多く寄せられるほど、そのファッションセンスが高く評価されています。鮮やかな衣装の配色やインパクトのあるデザインも、彼の持つ魅力をさらに引き立て、何を着ても完璧に着こなしてしまう彼のファッションアイコンとしての存在感を再確認させられました。彼のファッションは、 音楽パフォーマンスと同様に彼自身の個性を表現する一部であり、ファンにとっても重要な要素です。平野翔の背中について語るファンの多さは、その背中が彼の意気揚や精神性を象徴しているからこそでしょう。言葉を使わずとも、彼の背中からは、努力や情熱、そしてファンへの感謝の気持ちが溢れ出ているように感じられます。ファンは彼のインスタグラムを通じて、 まるで彼と一緒にステージに立っているかのような臨場感を味わい、その投稿がもたらす喜びは計り知れません。ストーリーに投稿された写真や動画を見て、彼の存在を感じ取るファンにとって、その背中は希望であり、力強さの象徴なのです。また、彼がステージで見せたラップパートについても、多くのファンが驚きとともに簡単の声を上げています。これまでのアイドルとしての彼のイメージから一歩踏み出し、 新しい挑戦を見せた彼の姿勢は、多くのファンにインスピレーションを与えました。彼の声やリズム感、そしてその表現力は、ただのパフォーマンスを超えて、彼がどれだけ音楽に真剣に向き合っているかを示すものでした。この瞬間、彼の音楽的な成長を目の当たりにしたファンたちは、彼の今後の可能性に胸を躍らせています。さらに、平野翔がステージで見せたのは、ただのパフォーマンスだけではなく、 彼自身のの成長や進化の過程でもありましたルイス・ヴィットンというハイブランドを完璧に着こなしながら、同時に自分自身をも輝かせるその姿は、ファッションと音楽の融合を体現しているかのようでした。彼のファッションセンスは、ステージ上での表現力をさらに高め、観客に強烈なインパクトを与えました。平野翔は、そのステージパフォーマンスだけでなく、ファンとのコミュニケーションにおいても真摯な姿勢を見せています。 彼のインスタグラムストーリーは、ファンにとって貴重な情報源であり、彼の日常やステージ裏の姿を垣間見ることができる唯一の場所でもあります。彼が頻繁に投稿を更新することで、ファンとの距離感が縮まり、彼とのつながりを感じる瞬間が増えるのです。特に今回のワイヤードミュージックフェスティバル一重引用二24では、彼がその熱気あふれるパフォーマンスの直後にストーリーを更新したことで、 ファンはその感動をリアルタイムで共有することができました。彼のインスタグラム投稿には、感情ぐちゃぐちゃという表現が見られるほど、ファンたちは彼の姿に心を動かされ、言葉にならない感情を抱いています。彼の姿は、ただかっこいいだけでなく、その背後にある努力や覚悟が見えるからこそ、多くの人々の心に深く刻まれるのでしょう。また、彼がこの日見せたパフォーマンスは、音楽だけでなく、 ファッションや自己表現の全てにおいて統一感がありました。彼が身につけたルイス・ヴィットンの衣装は、ただのファッションアイテムではなく、彼のステージパフォーマンスの一部として機能しており、その一体感は観客に強い印象を残しました。ファンからは、LV と一体化している、との声が上がるほど、彼の着こなしは完璧であり、そのファッションセンスが彼の魅力をさらに引き立てていました。平野翔の魅力は、 単なる外見やファッションだけにとどまりません。彼のパフォーマンスには、常に感情が込められており、その感情が観客に伝わることで、ステージ全体が一つの物語として完結するのです。彼の動きや表情、そして声の一つ一つが、観客の心に響き渡り、その場にいる全員が彼の世界に引き込まれるのです。今回のワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24で彼が見せたパフォーマンスは、 彼自身の新しい挑戦を象徴しており、ファンはその成長を目の当たりにしました。彼が音楽に対してどれだけ真剣に向き合い、そして自分自身を常に進化させているかが、このステージを通じて明らかになったのです。ファンは彼の今後の活躍に期待を寄せ、これからも彼の背中を追い続けることでしょう。彼がこの日見せた姿は、単なる一時的なパフォーマンスではなく、 彼の今後の方向性や成長の過程を象徴するものであり、その全てがファンの心に深く刻まれました。これからも平野翔は、ファッションと音楽を融合させながら、自分自身の道を切り開いていくことでしょう。そしてその道を、彼のファンはこれからも追い続け、彼の成長を共に見守っていくことになるのです。平野翔が築き上げているキャリアは、エンターテインメント業界の中でも特筆すべきものであり、 その中で彼が持つ独自の魅力は、多くの人々に愛され続けています。彼の魅力は、単に外見的な美しさやスタイルだけでなく、内面的な誠実さや努力、そして彼自身の人間性に由来しています。ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重印用二24で見せた姿は、彼がこれまでどれだけ努力を積み重ね、自己を磨いてきたかを物語っており、ファンたちはその進化を目の当たりにしてさらなる期待を寄せています。 彼のパフォーマンスは常に観客を引き込み感動を与えるものでありその理由は彼が持つ情熱とプロ意識にあるのでしょう彼が一つ一つのステージにどれだけの心血を注いでいるかがファンに伝わり彼がステージで見せる全ての瞬間が特別なものとしてファンにとって記憶に残ります特に彼がラップパートに挑戦し新しい音楽的な試みに取り組む姿勢は 彼が常に自分の限界を超えようとしていることを示しています。ファンはその姿勢に感銘を受け、彼の努力を称賛すると同時に、彼のさらなる成長を楽しみにしているのです。さらに、彼のファッションセンスも注目されています。ルイス・ビットンをはじめとする高級ブランドを身にまといながらも、彼自身の個性をしっかりと表現し、ただのファッションモデル以上の存在感を示しています。彼の着こなしは、 単ななる外見的な美しさにとどまらず、彼が持つ強い自己表現の一環として機能しており、それが彼のファッションスタイルを唯一無二のものにしています。ファンは彼がどんな服を着ても完璧に着こなしてしまうと称賛し、そのスタイルを通じて彼の成長や進化を感じ取っています。平野翔は、その見た目やファッションだけでなく、彼の持つ人柄やファンに対する姿勢でも多くの支持を集めています。 彼のインスタグラム投稿やストーリーは、ファンにとって貴重な接点であり、彼が日々どのように過ごしているか、どのようにファンと向き合っているかを感じることができる場所です。特に今回のような大きなイベントの後に、すぐにファンに向けてメッセージや写真を投稿する姿勢は、彼のファンに対する深い思いやりを表しています。ファンはその一つ一つの投稿に感謝し、彼とのつながりを感じることができる瞬間を大切にしています。 また彼の背中について言及する声が多いことからもわかるように彼の後ろ姿には彼の生き様や価値観が現れていると多くのファンが感じています背中だけで多くのことを語ることができるのは彼がそれまでに積み上げてきた努力や経験があるからこそでしょうファンはその背中に自分たちがついていきたいと感じるほどの信頼感や尊敬を抱いており彼の存在がどれだけ多くの人々に影響を与えているかがわかります 平野翔の今後のキャリアは、ますます多岐にわたる挑戦と成長が待っていることでしょう。彼は音楽だけでなく、ファッション、俳優業、さらには他の多くの分野でもその才能を発揮しており、常に新しい自分を追求し続けています。彼の努力と情熱がある限り、ファンは彼がどのような形で進化し続けるかを見守り、応援し続けることでしょう。そして、 そのすべての過程が彼のインスタグラムを通じてリアルタイムで共有されることが、ファンにとって大きな喜びとなっています。彼の一つ一つの投稿には、彼の感謝の気持ちや努力が込められており、それを受け取るファンたちもまた、彼に対する愛情と支持を惜しみなく表現しています。彼がこれからどのような道を歩んでいくにせよ、ファンはその背中を追い続け、彼の成長を共に祝福することでしょう。彼の魅力は、 単なる外見やスタイルだけではなく、その背後にある努力、情熱、そしてファンに対する思いやりに支えられています。ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重院洋服24で見せた彼のパフォーマンスは、その全てが凝縮されたものであり、ファンにとっては忘れられない一瞬となりました。彼がこれからも新たな挑戦を続け、さらに輝きを増していくことは間違いなく、ファンはその一歩一歩を見守り、応援し続けることでしょう。 彼がこれからも自分自身を進化させ続け、ファッション、音楽、エンターテインメントの世界でその存在感を示していくことを、多くのファンが心から楽しみにしているのです。そして、その過程を一緒に歩んでいくことで、ファンは彼の成長を共に感じ、彼の成功を喜び合うことができるでしょう。